もこんにちは、カーチュンです。今日はですね、つくばサーキット、茨城県下妻市のつばサーキット行ってるんですよ。ほら、走ってる、走ってる、走ってる。究極の球体、つくば9時間耐久、ビジュアモーレチームはですね、神田藩と麻布藩で分かれて、チャレンジしてるよという話でしたけれども、前半戦が終了してですね、麻布藩はですね、車種混合クラスで4番手につけている大健闘の組ですね、10チームしかいないんじゃないかという、そういうツッコミはなしにしておいて、ちょっと入賞を目指して頑張りたい。そういったところなんですが、残念ながらですね、神田藩が序盤でちょっとね、木村仁君が落車のトラブルに巻き込まれてしまって、まあ単独落車なんですけどね、そういったのでちょっとね、順位が遅れてしまって33位まで落ちたんですけども、ちょっとね、前半戦最後で盛り返して15位まで上がってきたので、なんとかトップ10目指そうか、そういった状況になっておりますがですね、見てください、このすごい天気ね、ゴッホのね、絵画から出してきたようなね、すごい綺麗な天気になってます。青空になってるんですけどね、気温がね、今ね、お33度、非常に過酷な環境ですけども、残りですね、もう半分ですね、 4.5 時間夕方6時まで頑張ってですね、走っていきたいと思いますので、ちょっとこちらのレポート、まあサーキットだけじゃなくてね、あのパドックとかね、ブースとかもね、ちょっとレポートしながら会場の様子をお伝えしていきたいと思います。頑張るぞ。おう、やばい、あ、虹が出てる、やめてくれ、水遊びが、ね、好きだったんですよ、キャンプで。やばい、あれね、アイルトンセナが優勝した時、だいたいシャンパン上からあーってやるんです。そう、はい、頑張ります。続いて、スタート方向でございます。越えたあたりから、コカ・コーラタワーからグリーンフラッグを振りますので、どない情報でお願いいたしますですね、前方を見ていただくと30秒前となります。それでは行きましょう。10秒前です。9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。デーブ日本究極の耐久インスバサーキット、9時間の部の後半戦、そして99分チャレンジ、今スタートしました。いってらっしゃい。さあ、それではロングスタート、ゆっくりですよ。さあ、特にね、初めて走る方、車高ですね、これ斜めに走らない、あとはね、キープライトを徹底して守る、こちら守るだけでも楽勝、楽勝なね、リスクはかなりいいな。午前も4位、午後も4位、麻布藩、神田藩は調子良くて8番手、ひょっとしたら結構入賞狙えるかもしれない。調子だ、まだ行く行くの。なんでアインシュタインじゃねえんだよ。ね、なんか早川さん、彼本当走るの好きだよね。好きですね、はい、よいしょ、じゃあ左足でお願いします。
あれ、なんだ。うん。あさっちゃんは。はい。その次。どうぞ。はい、行ってきます。はい、行こうぞ。助け方どんだけ大丈夫ですか。お疲れさん。多分ね。結構走ったでしょ。誰とも協調できない。なんかずっと一人だったんだけど。そうそうそう。それがそうした。あのね、減っちゃったんだよ人が途中で。うん。はい、行きまーね。ゴーゴーゴー。潤滑油ですね。で塗ってあげて止まるまでにどれくらい抵抗があるかで測ります。今音が消えたの。ああ、うん、チェーンのノイズ音が消えます。ああ、すごい。100超えても動いてるけど痛い痛い。ウルトラスムーズ、ウルトラスムーズね。全然止まる気配がないですね。おお、やべえ。こっち原液タイプですね。で、スプレータイプが1種類あります。いや、僕も普段あの茨城シクロクロス出てるの で、 あ、またちょっとあの、ね、9月から火沼かな、ええ、からまた始まるので、はい、今回も結構ブースとか出されたりそうですね、まあ、協賛してますんで、できる限り。私たちあの拠点がひたちなか市なんですよ。ああ、ひたちなか市だと、大津バイシクルさんとかあります、ね。はい、そうですね。あそこも取引さん。ああ、いや、ないんです。品田さんとこですよね。あ、そうです。今度なんか買い取りのなんかね、あ、やられますね。ご存知で。はい。Facebook で拝見しました。本当ですか、ありがとうございます。はい。情報はもう早いです。いやー、参っちゃうな。ちょっとね、悪いことできないな。ああ、とか、ちょっとエクスクルーブ使わなきゃダメだな、今シーズンな。もうぜひね、ねあの、ピッチャー森さん使っていただいてね、ぜひよろしくお願いします、はい。はい、ありがとうございます。なんかちょっと割り込んでしまって申し訳ないです。はい、ありがとうございます。はい。実は僕買ったことある。あ、ありがとうございます。湘南シクロクロス出てらっしゃる。出てます。出てますね。はい、あちらで僕一回買ったことあって、オレンジ色のツバの防水ちょっと気に入ってて、今も使ってるんですけど、ゴムも伸びないし、生地も丈夫なんで、結構もう何十回も洗濯してるんですけど、すごいいい。あ、へたらない。へたらないんですよ。はい、そうそう、ね。丈夫なんだけど、しなやかなんですよ。雨降っててもブルベで使ってても、こうでペロってなってこない。ね、すごくいい。で、柄も可愛いですね。メッシュにちょっと力入れてます。はい、ああ、はい。で、だいぶあのいっぱい持ってきたんですけど、もう売れちゃってなくなっちゃってるんですけど。多分ね、これあの植木鉢にかけてあ。ああ、そういうことね。はい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 、はい、植木鉢。植木鉢。植木鉢にかけて。なるほど。で、あの庶民の知恵でやってるんで。はいはいはい。いや、素晴らしい。あ、でも結構これ涼しげ。あのね、色しっかりついてんだけど、裏から見るとこれ結構透けてる、生地薄いですね。いや、いいですね。僕は髪の毛ないんでこれぐらいがちょうどいいです。やっぱり帽子かぶってないと頭ただれちゃうので僕は。あ、この猫いいですね。全体的にカラーもちょっと涼しげな感じ。いいでしょうね。そうですね、やっぱり青系が、ね、あの、うんうん、ウェアにも合わせやすいんで人気が高いんですよね。あ、確かに、はい、ぜひぜひ盛り上げていただければと思います、はい、ぜひ、はい、最近よく茨城来てるんでまたお世話になればと思います。よろしくお願いします。サイクルキャップが魅力的だね。サイクロンさんですね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ご存知、ゴキソです。愛知県の蟹江町というところです。ゴキソさんのホイール実は借りて走ってるんですよ。実はせっかくなのでカットモデルで中身を見ていただこうと、はい、ベアリングに負荷がかからないようにしてるような、はい、確かフランジ構造。ベアリングがこう仕事のしやすい環境を整えてあげようということもありまして。大事ですね、はい。まあ、シャフトの精度ですとか、うん、それに伴って接してくる部品の精度を高めているのはもちろんのことなんですけど、うん、外からの衝撃に対しても対策しようということで、衝撃吸収コート、ここの部分ですね。ベアリング、あ、これスリーブみたいに入ってるんですね、はい、このスリーブがですね、外からの衝撃を吸収して回転妨げないような役割をしております。ベアリングに負荷がかからない構造っていうのは結構これ面白いポイントで、僕昔ラジコンやってたんですよ。でラジコンもベアリングのグリス全部抜くとサーって回ってめちゃめちゃ抵抗が少ないように見えるんですよね。
だけど実際違ってて、その走る駆動以外に路面からの突き上げるんですねとか、いろんなストレスにかかるんですよ。でこのハブシェル自体もすごい力がいろいろかかってるわけでね。でベアリングって精度が上がれば上がるほどガチッとしてるんで、わずかにちょっと歪んでるだけで動き重たくなっちゃう。そうだから路面からバッて突き上げた時に潤滑のオイルが入ってないとスティックしちゃうんですよ、ボールがね。ガッて曲がんなくて、一瞬回んなくて、それから回り出すみたいなのがあるんですよね。だからそういうふうには負荷が極力そのベアリングかからないようにっていうのがやっぱり秘密みたいな、そういった感じですよね。実は今日はディスクブレーキのプロトタイプ持ってきてますので、はい、まあ、これをちょっと本気でいただきたいなというところで。プロトタイプ、どの辺がやっぱりちょっと新しい試みとかあったりするんですか？基本的に新しい規格に取り付けることができる、12×142 とかの車体に取り付けれるようなものが必要になってきますけれども、うんうん、まあ、ボクサーらしさを存分にこう盛り込んでですね、形を作りましたので、メイドインジャパンですからね、はい、日本やっぱり最近ね、やっぱりちょっとものづくり元気ないので、まあ、僕も東洋フレーム乗ってますけれども、ぜひ極東派も頑張って、ハブの強いの、ね、地位を、ね、築いていただきたいなという感じですね。実はこんな塊から削ってますので、あ、これ削り出したんですね。そうですね、はい、でこれがハブボディですね。おすげえ、分鎮だよこれ、やばっ。これね、これガリ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 ってやってるわけですね。そうです、まさにアルミ細工これね、まあ、材質にもこだわってまして、アルミの7075、あ、7075、はい、軽いやつ、超ジュラルミン、ジュラルミンですよね、はい、僕も使ってましたよこれね、7075のジュラルミン材で削り出したね、バルクヘッド、僕のラジコンも使ってたね。ラジコンネタもういいってこれからも頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、中長さん、よろしくお願いします。はい、熱中症に気をつけて、はい、ありがとうございます。はい、僕もちょっとね、この後また、はい、極小のホイールを味わっていきたいと思います、ね、はい、後でまた返しに行きます、はい、ちゃんと聞かせてください。はい、ありがとうございます。はい、テントはこれ和風ですね、和風さん、和風あるんですけど、和風以外もちょっと扱ってるよということで、これは和風、あ、使ってますよこれ、和風キッカー、はい、ね、で、あ、キッカークライムもついてるね、はい、こういうのトレーニングできるよ。で最近やっぱりその今日もね、気温が33度で、まあ、ちょっと前とか40度近かったじゃないですか。そうですね、はい、もう自転車どころじゃありませんね。室内でね、やっぱり熱中症を避けてトレーニング効率的にやろうっていうことで、僕も実はこの和風キッカー使ってるんですね。で和風 そのスマートトレーナー、何が素晴らしいかっていうと、僕実際使ってるから言えるんですけど、ズイフトの公認のスマートトレーナーですね。はい、そうですね。で一番おそらく数字的に正確だって言われてるタイプ、なんかヘロヘロになってもがいても倒れないから安心。そう、僕ちなみにこのね、フライホイールにね、メジロマックイーン貼ってね、メジロマックイーン号って名前つけてるけど、それぐらい愛着湧いてるすごくいい。和風 RGT っていうのが出まして、はい、和風の専用のバーチャルライド用のソフトなんです。この辺はデランデってこれあれですよ、フランドルじゃないですかね、はい、のコースの一部が再現されてて、はい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 、結構こうぐる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 周回するような感じになるんですよ、はい、ドラフティングも入れるし、世界各地いろんな人がこう走ってる中に、うんうん、はい、まあボットも走ってるんですよ、ね、ズイフトっぽいインターフェースは、ね、逆にズイフトユーザーとかは馴染みやすいかもこれ、はい、こういうのね。そうですね、なんか各メーカー結構木をてらってなんか違うもの個性を出そうってなるんですけど、やっぱりその人間なのでなんかいっぱい覚えられないので、ね、2個も3個もね。これだとやっぱりさ、今日こっちやろうか今日こっちやろうかなという感じでなんかできそうですよね、これだとね、本当にね。ボット走ってるといいですね、やっぱりそのズイフトとかもありますけれども、人がやっぱさ、そのコースによって少ないなった時にやっぱそのペースセッターみたいな人がいるとトレーニングになるし、それを追いかけて例えば300ワットとかで走るって言ったらもうついていけたらもうその300ワットみたいなね。でコースプロフィールもね、やっぱりこのいいですね、やっぱフランドル走れるっていうのはね、素晴らしいですよね。なんかカペルミュールとかね、ジャージじゃないからね、坂道の名前だからね、本当にね。だからこういうとこ走れるって素晴らしいですね、やっぱ心拍系いいですね。で、このスピードプレイ、まあ、グレードとかゼロっていう名前とか変わってないんだけど、和風が買収してその和風が出てますよ。こういうチャンプサンプル出てますね。でもスマートでいいですね、結構ね。そうですね、やっぱりこのスピードプレイタイプっていうのは何が魅力的かって、バイクにつけた時のスマートさですね。そのスマートさっていうのがやっぱパワーメーターついててもやっぱスピードプレイらしさの佇まいがある、素晴らしいですね。特化品があるんですね、ダンボールみたいな構造でね、これモントレガーも採用してるようなことなんで、結構最近流行りの、結構通気性もいいらしいですよ。なかなか楽しいブースだったんじゃないでしょうか。次行きましょうか、次。シュアラスターさんというと車のワックスが多分有名かなと思います。実は僕のピアッツァもシュアラスターさんのワックス使ってます。研磨剤入ってないから。ああ、ありがとう。そうそう、使ってるんですけども、自転車も最近結構力入れてるところで、こういう自転車グッズがあるんですね。そう。シュアラスターの飲み物まである。飲むあんこ。飲むあんこ。あ、これあんこなんですね。これ保健食なんですけどね。あ、あんこいいですね。でもあんこって、やっぱりね、天然素材だけで、砂糖と小豆だけですからね。そうです。だから、胃腸の負担が少なくて吸収も早い。すごくなんで、補給食にいいって感じ
ですね。羊羹よりもこっちの方が喉通りやすいかもしれないね。めっちゃ雑学豊富っすね。本当ですか。うん、これあんこって言うとどうしてもね、伊豆大島でしたっけ、あのあんこ椿になっちゃうと、ね、あんこーとか言ったらどうもすいませんでした。いや勉強になります。それ以外もなんかすごい今日はね、ちょっとこの辺気になるね、この辺ちょっとね、そうね、ちょっとごめんね、雑念でして栗原コーヒーさん、コーヒーさん荒川沿いにコーヒーショップで買って、結構サイクリスト御用達で、当然やっぱりそのシュアラスターさんといえばワックスとか、はい、あのコーティング剤とかが非常にあの有名かなとは思うんですけれども、自転車のカテゴリーは去年の4月から参入しまして、はい、そのためこのチェーンのクリーナーとルブ、チェーンルブもありますよ、ね、スプレータイプでこれ扱いやすいですね、スプレータイプはね、やっぱり塩やときでぐるぐるぐるって回るんですね。この辺はやっぱりシュアラスターさんらしいですね、非常に信頼がおけるあのクリーニングパークじゃないでしょうかね。車用だと、うん、あのシャンプーをバケツに入れて希釈して、あ、そうですね、ね、使うじゃないですか、はいはい、でそれをよく自転車もね、そういう形で洗車されてる方多いんですけれども、はい、最後ね、シャンプー液いっぱい余るんですよ。余っちゃいますよ ね、そうもったいないじゃないですか。そうでこれスプレータイプなので、必要な分だけスプレーして使えばいいので、非常にこう経済的、必要な分だけ使えると結構大事なんですよね。やっぱね、あのプラスチックとかね、なんか傷んじゃってたりとか、なんか使ってないとこれ大丈夫かなってあるんで、結構必要な分を必要な時に買うっていうのが一番やっぱり SDG なんですよ。全部シュアラスターでこの駆動系周りの洗浄が完結できるという、はい、気になったのがあの除菌とかあるんですよ。で 除菌消臭、そうこれ、これバイクだけじゃなくて自分の体のメンテなんですね。これそう、これデオドランドとは違うんですか。これデオドランドってあの匂いついてるじゃないですか、はいはいはい、でこれはあの無効タイプなんですね。無効タイプなのに匂いを消す、そうで菌を基本的にはこう不活化するので、はい、その菌が増えたりもしないので、こう匂いが発生しないと、あと匂いが、ね、また戻ったりしないですね。さっきも言ってましたけど、靴とかに使うといいって言ってましたね。あ、そうです、あとヘルメット、あヘルメット、そうあの剣道のコテとかさ、臭いでしょあれね、あの面とかね、ああいうのもこれ使ったらいい。ヘルメットも一緒だからね、こうシュッシュしてくるんですね。結構やっぱ手広いですね、シュアラスターさんね。手広いですね。まあ、ね、食べたり洗ったりで匂いを消したりと、なかなか手広い、はい、でも一個一個本当にめっちゃ素晴らしいですよ。私もはい、あの一回使ってからもうシュアラスターがいいと思って、ずっと個人的に普通に買ってます。いや本当ですね。僕もあの友人にそのちょっとあの最初車買った時にワックスとかあの洗車どういうの使おうかって言ったら、シュアラスター買っとけば間違いないよとか言ってこれ渡されたんですよね。それからもうずっとシュアラスター使ってるから間違いないから本当にね。だからあのシュアラスターさんね、自転車力入れてるということで、ちょっとこちら自転車ケミカルね、もしちょっと今使い切っちゃって次何買おうかなって方は、ね、選んでみてもいいんじゃないかなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしく。シュアラスターさんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、最後のブースですね。こちらは下妻市さんの PR ブースなんです。あ、ね、こういったあのサイクリングコースの案内とかですね。どうですか、下妻市としてやっぱスクワサーキットっていうのは割と観光とかそういったところで問い合わせだったりとか、そういったのがあったりとか、大きなレースがあったり、うん、有名人がやっぱり来るときも、ああそうかそうか、あります、ね、下妻市だとどの辺に宿泊するのがおすすめとかあったりとか。ビアスパーク下妻っていう温泉施設がありまして、あビアスパーク下妻ってこちらですね、温泉施設がある、結構充実してるんですかね。完熟梨っていう名前がブランド、この完熟の缶はですね、甘いっていう字、あ甘いんだ、はい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 、台風が来て落ちないことを祈って来てくださいということですね。ありがとうございました今日は。はい、どうも、あと2、OK OK 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 OK、 あ、うちゃいくチャオ。午後走りましたけど、今ちょっと曇ってきたけど暑いですね。暑いのとやっぱね、みんなで走ると楽しいですね。午後入ったグループはなんか優しい人が多かった。あの一緒にピット入って交代の時の選手がいたんだけど、お疲れ様でしたって声かけてもらったんで、ちょっと嬉しかった。やっぱね、こういうのがね、あのエンデューロとかロードレースの醍醐味ですよ。自転車乗りながらその意思疎通をして、お互い協調して、一人で走ってるよりも2人で走った方がいいし、3人、4人、5人で集団で走った方が結局風よけになるし、少ないパワーで速いペースで走れるってなってくると、コミュニケーション大事なんですよ、ね、で普段立ってると言えないことがサドルで乗ってると言えたりするわけだよね。俺だけか、それ俺だけか、そうか。まあまあ、そういうのも楽しいよってことね。あとまだ、一周するらしいので、あともう1回ぐらい僕乗るらしいです。ゴールライダーが僕らしいので、ゴールスプリントがあると思うので、ちょっと巻き込まれないようにスプリントするようなポジションを走ってるわけじゃないので、安全運転でいきたいと思います。
ナイスです。はい、OK です。お疲れ様です。お願いします。開催されましたですね、ツールド日本さん主催の究極の耐久 in 筑波サーキット、まあ、9時間耐久のエンデュロレースですけれども、いかがだったでしょうかという感じですけども、まあ、結果から言うとですね、アザブ班ですね、ビジャモレチームアザブ、こちらはですね9チーム中4位ということで入賞してですね、表彰台に上がりましたけどね、頑張った神田班はいろいろトラブルがあったり追い上げたりはしたんですけれども、最終順位まだ確定はしてないんですけど、だいたい11位ぐらいじゃないかという、情報が上がってきていますね。午前6で大体15位で、午後で追い上げて7位だったんですけども、入賞がね、ロードレースが、ね、6位までで、ちょっとハイレベルなレースで、なかなかちょっと大変なレースだったんじゃないかなと思います。で、今日もうね、あの7時回ってね、こうやって暗くなってきてますけれどもね、あの表彰式もね終わってですね、まあ余韻に浸ってるという状態なんですけどね、やっぱね今日は楽しかったですね、皆さん走っててね。で、他のねユーザーさんの方ともね触れ合うこともできましたし、あの他の出演者とも話ができてですね、非常に有意義な一日になったんじゃないかなと思います。で、ビチャーモーレですね、基本的にスタッフガンガンレース出てるの、正直な話多分僕ぐらいだと思うんですよね。で、他のスタッフとかもね、今回でね、かなりですね楽しんでいただけたと思うので、定期的にねこういったレースイベントとかね出展してですね顔を出したいなと思っておりますので、まあ、もしちょっとですねレース会場でですね見かけたらですね、僕だけじゃなくてね他のビジャモレのスタッフもですね、ぜひねぎらっていただければいいんじゃないかなと思います。というわけでですね、究極の耐久 in 筑波サーキット大変お疲れ様でしたということで、僕ね疲れた、午前ね48キロ走って、午後ね50キロ、1日ね98キロ走ってんだよね。33度だっけ今日温度ね。いや疲れました。今欲しいものは僕ガリガリ君です。はい、
バイバイ。バイバイ。バイバイ。